皆様から何かご質問があれば。わびさびですね。じゃあ、最前列と申します。よろしくお願いいたします。先ほど本当に10歳に心と寄せてっていうお話があって、はい、確かに皆さん10歳の役を演じられるのかということにちょっとああって思っていて、そこではちょっとそのここをよすがにしようみたいなこととか考えておられることがあったら、その 2.5 っていう単語が鴻上さんおっしゃっておられて、確かにキャラクターに寄せるっていうのはあるんですけど、なんとなくということとドラえもんの10歳をやるってちょっと違う気がしていて、なんか見る対象もお客さんもちょっと違う気がしていて、それは何かお考えになっていることとかがあったらお伺いで、チッポのはもちろんアクションがどうなるのかがすごい気になっているので。でも多分幼い役だと思うので、はい、皆さんそこを一言ずつ、一言では難しいかもしれないんですが、お伺いできたらと思います。どういう順番がいいでしょうか。じゃあスネ夫が皮切りに、はい、ありがとうございます。大丈夫そうですね、鴻上さんからこうダメ出しをいただくときに、いきなりヤーさんっぽくなったっていう話があるんでそういう時はこう一回押さえて、さっきまではちょっとまだスネ夫っぽかったのに、たまにヤーさんになるっていう、やっぱこう僕が29ですからスネ夫のなんていうんですかね、ちょっと嫌味な感じとかニヒルな感じをちょっとこう強く出しすぎると、やっぱりちょっとヤーさんっぽくなるんだなとヤーさんと陣内でうまいバランスが取れたらスネ夫が多分きっと出来上がると思うんで、そこはもう鴻上さんに調理をしっかり、も材料はもうありますので、っていう次第でございます。はい。やだなその後。僕はやっぱ小学生とかっていうのがすごくこう、すごい戻る、自分の人生の中で言ったらすごく戻るなって感じて、それをやろうと思ってやった時に、鴻上さんにそれは小3だよって言われた時に、わすごい難しいなって思って、小5と小3の差。そこまで子供っぽくもうちょっと考えてるとか、その微妙な差がすごく難しくてまだ悩んでるんですけど、でもまずはなんか、もちろん若さとかそういうのって大事になってくると思うんですけど、そこじゃない人間らしさをもっともっと出していきたいなって今思ってます。はい、私も私が静香ちゃんと同じだった時はどんな感じだったかなっていうふうに考えた時に、なんだろうな、すごい大人、急に大人っぽいことを言ったり急に子供っぽいことを言ったり、なんかすごい私もやっぱ難しいなっていうのは正直あるんですけど、なんかそこまでこう深く私はあんま考えずに、なんかランドセル背負えるんですけど、すごい久しぶりに背負ったらなんかすごいワクワクしたから、きっとこの気持ちだろうなっていうのをすごく思ったし、とにかくなんか楽しみながらやればきっと自然とそういう年代の自分にもなれるのかなっていうのは思いました。確かにランドセルすっげー楽しい、ワクワクめっちゃ遊んでますね、こうやってみたいな、あれって超懐かしいもん。僕は最初小学生を演じようって頑張ったんですよ。一番最初の入りは小学生に戻ろうとか、大前提小学生だとか、その考え方をしてたんですけど、なんかそのさっきおっしゃられた通り、普通の小学生とはまたちょっと違う、小学生に戻ればいいなってことじゃないなと思って、なんか僕が今、僕一回もうその考えは捨てて、なんかその素直に台本があって、その場とかその場の会話とか感情とかがあってっていうものをやった時に、最終的にたまたま小学生だったっていうとこに行きたくて、今は僕たちが小学生に寄せるんじゃなくて、台本通りとかドラえもんとジャイアン静かのび太とかドラえもんとかチッポとかをやった時に、最終的に若かったねってなれば僕はそれでいいと思ってて、だから僕は今
その小学生を演じようとか、そこに頑張ってどう持ってったらいいかな、どう何を思い出したらいいかなとかは考えるのをやめました、僕は。他の人？他の人？私もあまりなんか子供の役だからとかいうのはあまり考えていなくて、やっぱそれよりもなんかその、まあ、冒険が好きとか、なんか日々の日常に退屈しているとかで、やっぱり素直でなんか怒られてもめげなかったりとか、そういうなんだろう、大人になるとどんどん忘れていっちゃうことだったりとか、やっぱりガードが強くなっちゃったりとかっていうのがやっぱチップはないから、それがなんかあすごいいいなって自分も思って、でやっぱなんか、チップをやることによってその感覚をすごい取り戻しているというか、なんかあそうだったよなって、自分が子どもの時はきっとこういう感覚だったんだなっていうのを思い出して、なんかすごい年取ったなって思います。なんかこれが結論かい。なんかあの頃すごいキラキラしてたなって思ったり。そっから約20年過ごしてますからね。そうなんだよ。だからそれはすごい感じますね。はい、あと多分アクションはまだちょっとわからないので、うん、特にチップもそんなに強い役ではないので、そうそう、はい、動ける人がすごい揃って。うん、でものび太もそんなに華麗なアクションするとね、のび太じゃなくなるんだよね。だから動ける人がすごく強い。今でもあのローテンションあの覚えなのでのび太に近いんだけど、あのこう張ってる方じゃないから。ネタバレにならない程度にというか、今回のご自身の演じる役の見どころを話しに注目してほしい。今度は逆に、はい、私からいきます。とにかく、まあのび太くんとの友情かなって、ちっぽのその出会って、うん。そうですね、最後にさよならっていう時に本当に自分の心からさよならって言えるようにやりたいなっていう。え、見どころじゃないですかこれ。見どころです、見どころです、大丈夫です。のび太くんとの友情ですから、見どころです。合ってます、はい、って自分では思っております。はい、稽古場で友情を深めるためにこう交流を持ったりとか。今頑張ってるところです。頑張ってるって頑張っちゃってるの。いや、違うんですよ。本当、私もおごたんもすごいあの人見知りで、今回2回目なんですけど、あの本当にあのえもうあのだいぶ心は許せるようになってきました。あ、いや、で、心は許せるっていうの違うね。いや、それこそ僕もう南さんと2回目で、1回目全然喋んなかったんですよ。喋んなかったですよね。本当に喋んなかったよね。そうだから役として関わりもなかったからね、一回も。今回、まあ、話してもくださりますし、自分からも行くんで、あの少しずつ許せるようになってます。なんで喧嘩してるの？なんか揉めたんですか一回。はい。J、僕 J ですね。G ですね。あ、G だ。僕はなんか僕の中でジャイアンっていうか、まあ一般的なイメージだとガキ大将とか強いとかわがままとか、やっぱそういうのが強かったし、僕も実際そういうイメージがあったんですけど、なんかこれは僕個人的な意見かもしれないですけど、映画とかは特になんですけど、なんかジャイアンの奥底にある正義感とか優しさとか弱さとかがすごい感じるんですよ僕は。だからなんかそういうイメージ、強いとかなんお前はダメだとかすぐ手出しちゃうとか、そういうだけじゃなくて、なんかジャイアン一人の人間としての可愛さとか弱さとか、そういう部分を
見せれたらいいなとも思うし、感じてもらえる作品なのかなとも僕は思っているので、そこですね。はい、そうですね。なんか私はこの舞台が決まった時にある人に、しずかちゃんは僕の初恋の人だって言われたことがあるんです。それを聞いて、あ、なんかやっぱり小さい一番最初に見る、多分物心ついてみたりするものだから、きっとそういう風に可愛いピンクな感じの女の子って、多分初恋って聞いて、あ、そうなんだ、なんか可愛いしずかちゃん演じなきゃなって思ったんですけど、なんかでもすごいしずかちゃんって、あ、こんなこと思いつくんだとか、ここでこういうこと言うんだっていう発言とかがあったりだとかで、なんかしずかちゃんの頭の中にもしずかちゃんだけの世界ってすごい広がってるなって思ったので、そこを見てほしいなっていうのと、全体だとダンスとか言っていいですか、うん、ダンスとか歌とかすごい、こっちやってるこっちもすごく幸せになるし、多分見てくださる方も自然と体が動いちゃうんじゃないかなっていうぐらい、なんか本当にハッピーな世界が広がったりするので、そういうところも楽しんでもらえたらいいなって思います。はい、はい、そうですね、なんだろうな、さっきも言いましたけど、このドラえもんという作品が持つパワーであったり、こう僕らが生身で演じるからこそ伝えられる、こうもっと余計感動を与えられるこうものを届けられたらなって作品全体では思ってます。個人的なことで言うと、何ですかね、うん難しいな、その普通っぽさっていうか誰もが共感できる、あ、なんか人間がそこに存在できたらなと思ってます。それがなんかすごく難しくて、気づいてそうやってかっこよく思わなくていいって言われたりだとか、あ、何かに反応した時に陣内くんにも、あの反応するのちょっとかっこいいよねって言われたりそう、なんかふとした時にそうなってしまう自分がちょっと悔しいので、お前さんかっこいいからな、今回はちょっとそういうところを楽しんでもらえたらなと思います。はい、頑張ります。はい、じゃあまずスネを個人的にいきますと、髪型はどうなるのか問題がいまだに、これ決まってないですよね。あ、そうなの？多分決まってないんですよ。僕ヘアメイクの石川さん相談しなかった、相談してないんですよ。まだ未知なんです。じゃあなんでしなかったんだろう、したくなかったのかななんでかなと思って、でやっぱりこうスネオはこうスネオヘアでしょ、こう、うん、あるべきだと僕は思うんですけど、やっぱそうですよね。そうですよ。でもこうあるべきな時に、うん、例えば客席にこうまっすぐ向いた時に果たしてこれはスネオらしさなのかっていうこれこっちに向いてこっち向くからスネオの良さはあるんですけど、そこはやっぱり一番個人的には気になってるところですね。見どころ本当に、はい、で見どころをいきますと、まあ、全員そうなんですけど、まあ、ここから3週間ぐらいまだ鴻上さんのもとで稽古していって、おのおので感じることがあって、でそれを信じて思いっきり、まあ、スネオならスネオ、伸びた静かちゃん、ジャイアン、チッポ、まあ、他の皆様が全力でその板の上で演じきる、これはもう全部僕は見どころにしたいから全力です。え、はい、髪型は見どころじゃないの？髪型は見どころです。はい